一人一つずつ愛をテーマに格言を残したスの愛格言コーナーや9通りのマジな恋愛観を語るラブトークスノーマンの相語りと称した対談もスノーマンが9人揃って664月号2月22日発売特別版の表紙に登場通常版特別版共通で12ページにわたるカバーストーリーに登場 さらに、スペシャルなステッカー付録もついてくる。絶えずコンテンツを発信し、個人、グループともに様々なジャンルで新しい顔を見せているスノーマン。活躍の場は世界に広がり、手の届かないスターになってしまったかと思いきや、SNS でファンと交流する機会を作り、バラエティでは素の姿を見せるなど、ファン思いの9人そんな彼らへの、とにかく好き。スノーマンがただただ、 毎日幸せでいてくれたらそれでいいといった公式 YouTube に寄せられたコメントから着想を得て、今回のカバーストーリーのテーマは、9人への愛が最高潮です。結局 We Love Snowman に決定したという。衣装は豪華にパターン。表紙で着用のチーム換気は脱デニムかける赤のカジュアルルックに加え、中面では黒を基調としたクールなストリートスタイル。 インタビューは、前回の特集に引き続き、読者から66公式インスタグラムに寄せられた質問への個性あふれるアンサーを掲載。さらに、一人一つずつ愛をテーマに格言を残した、スノ・アイ、格言コーナーや、9通りのマジな恋愛感を語る、ラブトーク・スノーマンの相語り、と称した対談では、ファンやお互いへのまっすぐな思いを語り合っている。そして新曲、タペストリーにかけた、ラブタペストリーのコーナーでは、 それぞれ特定のメンバーに感謝したいことや、2023年約束したいことを素直に綴っている。663回目の登場となった今回も、スノーマンの家族写真撮影が完工され、最初は整列し、真面目な顔で写真に写っていたメンバーだったが、次第にポージングに個性が出始め、スノーマンメンバーの撮影裏の仲良しな空気感はここでも健在。密着した組撮影の合間も、 ゴロンと横になって密着したママ動物のような鳴き声を出したり、雑談したりしていた佐久間、ラウール、渡辺。スタジオにあったお菓子を、これ、うまいな、と言いながら嬉しそうにつまむ岩本と、真正面に座ってそれを優しく見守る宮舘少し疲れ気味だった目黒に、ほらよ、とコーヒーをさりげなく手渡す向かい。スタッフが撮影用の踏み台を動かそうとすると自然と手を貸してくれて、 恐縮です、と叫んだスタッフの言葉にじわったようで、恐縮です、恐縮です、ふふ、笑い、と反数していたメグロ。スタジオからふらりといなくなったかと思いきや、何やらこそこそとメイクルームで二人きりの会話を楽しんでいた深沢阿部。わちゃわちゃと楽しい空気感が紙面から伝わってくるようなオフショットページもお見逃しなく、は超スペシャルな閉じ込み付録、ラブラブスノーマンステッカーも付属。 集合1カット &9 人分のソロカットのステッカーが A4 サイズの台紙に詰め込まれたビッグサイズとなっている。さらに、同号にて、3月9日に発売が迫る、スノーマン2023.4から2024.3オフィシャルカレンダーのアザーカットオフショットが掲載される。